ユーチップユーチップは革靴の一種。別名、ノルウェージャンシューズ、モカシン、アルゴンキン、さらにはエプロンフロント、スプリットトとメーカーや人によって様々な呼び方がある。カントリーシューズに起源がある靴の一種だが、現在はドレスシューズとしても各メーカーが同デザインの製品を発売している。紐付き炭靴でフロント部分に、 U 字型のバンプが縫われたデザイン。靴内部のフロント部分の空間に余裕があるため、長時間の歩行にも向いている。カントリーシューズに起源があるものの、1930年代には、ジョン・ドブ、ネトルトンなど欧米のメーカーですでにそのデザインが見られる。ユーチップのドレスシューズの代表的なモデルとして、エドワード・グリーンのドーバー、オールデンの54,331番、アルゴンキン、 ウエストンのハントダービーなどが挙げられる。大まかに三つの歴史的な流れが見られる。一つ目は、北欧とイギリスでの歴史。19世紀には、防水靴を必要とするノルウェーの漁師の間で測れ、ために、ノルウェージャンダービーと呼ばれた。また、イギリスから派生し1800年代から1900年代初期に、海峡や鉄道などの大規模な、 インフラストラクチャプロジェクトを構築した労働者のために作られたとも言われる。二つ目はフランスでの歴史。服飾ジャーナリストのイーノ・タによれば、フランスでは、エプロン・フロンとは、シャススなどと呼ばれ、資料を意味する単語。英語にすると、チェースになるので、で、ウェストンのハントダービーもこれに由来すると考えられる。パラブーツの同タイプの靴の相性は、シャンボード・シャンブアド。 これは16世紀のフランス王。フランスは一世が、その狩猟のためだけに、ロワール渓谷に建てた城の中から取られたとする。三つ目はアメリカでの歴史。北米先住民である、アルゴン金属のモカシンタイプの靴を由来にした、ネトルトンのユーチップシューズが1930年代に見られる。同社により、アルゴン金として商標登録されていて、流霊なデザインは、 V チップとして、オールデンの54,331番、アルゴン金に受け継がれている。ありがとうございます。